にです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラッシュをやっていきましょう。ということで、はい、今回なんですけども、そうですね、前回52マス貫突企画、歌のやつで出ていただいた同じ同盟の方になってきますね。はい、まあ、今回、出ていただけれるということで、ありがとうございます。ということで、イブチャさんに今回やっていただきます。ありがとうございます。はい、で、今回何のキャラが選ばれてくるのか、何のキャラの貫突なのか、はい、行きましょう。このキャラです。キング!はい、今環境最強ゲッターのキングの52マス貫突機械、これめちゃくちゃ気になるでしょ。マジで気になると思う。うん。でね、びっくりした。火力面もそうだし、耐久面も、いや、マジで強い。あとはですね、裏もずくが超うますぎる。超うますぎて、マジでね、あ、俺練習しようって思いました。はい。まあ、なんでね、今日も、皆さんね、最後までぜひとも楽しんでください。それでは見ていきましょう。どうぞ。はい、それではですね、一戦目見ていきたいと思います。現環境最強ゲッターの完全体。皆さんも見たかったでしょう。はい、で、まずはですね、これ C 旗、やはりね、C 旗合戦になってくるので、ここはですね、相手回避使ってったのを通常で押し出して C 旗ダッシュと。で、これをですね、取り終わりをしっかりとジャスト回避で回避していくと。さあ、でですね、真ん中にフォローが来てくれたのをもう察知しての、次の旗ですね。めちゃめちゃ判断早いですね。いいですね。さあ、で、ここからですね、まあ、中盤、そして、後ろでね、まあ、落ち着くまで、ここでね、耐久していくという感じですね。いや、この耐久力よ。やっぱ完全体ちょっとえぐいかもな。うん、俺、まだ97なんですけど、まあ、100じゃないんですが、もう、あれ絶対死んでるね。はい。で、まあ、ここの、まあ、フルバラ、ちょっと食らってしまうんですけども、俺、絶対にここで死んでる。はい。で、ここ、もずくですね。で、まあ、今日の動画全部で見てもらったら分かると思うんですけども、タゲタップがめちゃくちゃ早いです。うん。で、裏もずくとかがめちゃめちゃ得意とされてる方なんで、まあ、裏ね、裏もずくもめちゃめちゃ早かったですね。いや、ここでこれ打てんのかっていう感じでね、ちょ思ったんで、まあ、それね、この後の2試合目、3試合目で見てほしいんですけども、はい。で、タゲタップ分かんない人ね、右上のね、敵のキャラのアイコンをタップすれば、そのキャラに、タゲがあって、まあ、その敵に向かって、まあ、通常攻撃だったり、スキルっていうのが、当てに行けれるというものになっております。はい、まあ、なんでね、これ覚える覚えない全然変わってくると思うんで、まあ、ぜひとも覚えてください。はい、ってな感じでいきなり5通り勝利ということでナイスです。はい、それではですね、2戦目見ていきましょう。まあ、これで、ね、裏もずく見れるんですが、まあ、後ほど解説していきましょう。このまず新旗の鳥合戦なんですけども、敵が使った後に後乗りで吹っ飛ばしていくっていうパターンですね。もうしっかりとリーグで使い分けてくれてて、はい。で、これはですね、しっかりとミニマップでもう初手から、ちゃんと見て、やっていかないといけないので、ちょっと先よりかね、難しくなってくると思います。はい、まあ、なんでぜひとも皆さんやってみてね。で、まあ、この後なんですけども、ゾロとカイドウに絡まれるんですよね。まあ、この時点で結構ね、もういいんですよね。はい。で、まあ、ここしかも取り切ると。はい。で、まあ、これスキルはね、取り終わり際はもう仕方ないっていう感じなんですけども、この起き上がり、ワンテンポずらしてのこのスキルにね。はい。で、これでしっかりと両方ともダメージ当てて、この後、これ、めっちゃ早ない?あのテンポで裏モスクできんのえぐいと思ってめちゃめちゃ早かった。回避使ったすぐ次の、ターンでね、はい、できたんで、俺だから今カイドウが避けたのがすごいと思った。正直俺絶対104000%当たってます。はい。で、まあ、この後ね、まあ、四つ取りしていきたいところで、まあ、裏カイドウ来てて、味方のカイドウが見てくれてると、っていう感じですね。さあ、でこの後、まあ、キングに大ダメージ与えてヤマトを吹っ飛ばして裏ゲットしていくという感じですね。はい。さあ、でここゲットすることができたら四つ取り、もう一回ねブースト、かかる可能性が大という感じですね。はい。で、ここ通常で、まあ、もずくをね、出すぞ、出すぞのやり合いですね。はい。で、うたちゃんがカバーしてくれての、こんな形です。いや、なかなかいいですね。さあ、で、ここからですね、敵ブーストが来るんで、まあ、どういった行動に、なってくるのか、まあ、ぜひ見ていきましょう。
はい、まあとりあえずね、まあここ、しっかりとゲージ溜まってないとこもそうだし、まあ敵が取りそうなところを、しっかりとフォローしていくといった形ですね。うん、で裏がね、しっかりと、ミリのもうブースト前に、これはでかいですね。敵部前にゲッターを蹴散らす、めちゃめちゃでかいですね。はい、でしかもこっちの旗にもできると、はい、いうことで、いやめちゃめちゃいいですねこれ。はい、さあで敵はですね、ゲッターはもうあとキング1枚で、まあここのキングですね、はい、これをどうしていくかという形なんですけども、まずは死肉、しっかりと回収していく。はい、で取り際やっていくのかな。んー、おー、ワンパンできんだえぐまあちょうどブースト終了間際だったんだけど、えぐうん、さあであとはですね、もうしっかりとマムが中央に立ってくれてるから、もうすることないかな。もうあとはもう3つ守ってればいいだけの話なんでね。はい、で今回避使ったのをすかさず見逃さずモズクでやっていくという感じですね。うん、でもう取りに行く必要ないからね、もうこのカイドウを見ていく作業ですね。はーい、てな感じで、いやナイス勝利。はい、それではですね、続いても見ていきましょう。まあ耐久面火力面やっぱ強いわ強いや、まあもともとねキング結構耐久がある、しっかりとしたキャラクターになってくるし、うん、でまあ火力もね、申し分ないんですけども、いやさらにちょっと強えなと。おーっと、いきなり初手2枚切り、これは相手も予想してなかったやろ、俺今びっくりしたいや楽々シーハタゲットですねこれ。はい、いやーこれはちょっとエグい。さあでしっかりとジャスト回避入っていきの、これでしっかりと当てていくと、うわー、うまいめちゃめちゃうまい、もうこの一連の流れでうまいわ。はい、で、しっかりとね四つ取り、もう奇襲成功だし、シーハタ守るし、いやいやいや、もうここの時点で MVP だですね。はい、でもこれはねもう5通り取りにかかる、動きになりますね。いや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 、エグい。さあでこの後ね、マムのねあのボンボンジャーニー食らうんですけども、いやめちゃめちゃダメージ入んないんだよね。はい、これちょっとこの後見てほしいんですけども、はい、でまあこの後ですね、ビッグマムがボンボンジャーニー、やるんですけども、はい、でこれはしっかりとジャスト回避していく。はい、でこの後ですね、ボンボンジャーニー、ボンボンジャーニー、これはさすがにマムもピエンこれはさすがにかわいそすぎるはい、まあマムはどっちかというとね、火力面もしっかりとあるディフェンダーになってくるからね、これはちょっとね、嫌だよね、マム側はめちゃめちゃ嫌だと思う。でしっかりとモズク取り際チャスト回避していく。でまあここね、ゾロがカバー来てくれてるんで、まあ他の旗の危ないところをねしっかりと守りに行こうっていう感じだったんですけども、まあどこもね守ってくれてるんで、もう大丈夫かなという感じですね。いやめちゃめちゃこれうまいわ。はい、続いてなんですけども、これラスト1分のね、やっぱり耐えがね、やっぱキングすげえなと、貫突キングマジですげえと思ったのと、あとはですね裏もずくですね、はい、もう敵を引きつけての裏もずくが、まあ、かなりエグかったんで、まあそれ見てください。はい、まずはこのビッグマムしっかりとジャスト回避して、まあゾロがね来てるの分かってるから、こうやってしっかりと距離取ってからの、はいもずく、はい裏、はいみんなあっちに釣られてるいやえぐいね、えぐいわ。はい、でここからね、3人に絡まれていくんですけども、しっかりね死なずにね、ここまた奪い返すんすよね。はい、でマム芝居てな、ここ奪い返していくと、いやめちゃくちゃ強えな、マジで強えわ。うん、そして裏もずくマジで憧れるマジであれは速えや、マジ速い。うん、でまあここが最後ね、まあ取られちゃうんですけど、まあまあもう十分な引き付けですよね。いやナイスです。はい、てなわけでですね、4戦終了でございます。ありがとうございました。ということで、いやめちゃくちゃいいプレイが見れた。はい、まあということで今回ですね、イブチャさんが使われているサポート編成、そしてですねメダルのご紹介をしていきたいと思います。はい、サポートはですね、ゲッターグランドライン編成になってきますね。はい、こういったサポート編成で、中身がですね、ゲッター麦わらの一味、超人系船長、そしてですねグランドライン6タグの新世界が4タグ、最悪の世代が4タグという形になっておりますね。はい、もうゲッターの理想系の形ですね。はい、で続いてなんですけども、
メダルですね。はい、メダルがこちら。まあ前回、自分もですね、最強ゲッターメダルとしてご紹介もさせていただいたこちら、キング、ジャック、そしてゾウゾウメダルと、はい、左の一番キングはですね、まあ旗をね、ダッシュ速度を上げることができる。やっぱりゲッターなんでね、ダッシュ速度めちゃめちゃ大切。そしてジャックに関してで言うと、スキル2短縮になってきますね。はい、敵陣にいる時にスキル2短縮。そしてですね、このゾウゾウメダルはですね、旗をダッシュした時に、5% 回復していくと、はい、いうものになっております。まあ非常にね、ゲッターの理想のメダルになってますね。はい、中身がですね、これちょっとびっくりしたんですけども、多分ね、まだ完全にできてないと思うんですよ。できてないのに、しっかりとした火力、そしてですね、防御力が上がっている。いや、めちゃめちゃ強い。これ完成形になったら多分えぐいぞと、ちょっと思ってしまいましたね。はい、まあなんでぜひともね、皆さん、まあ参考にして真似してみてください。てなわけでですね、今回、イブチャさんによるキング、貫突企画でした。イブチャさん、めちゃめちゃよかったよ。俺も裏もずくがあんなかっこよくやりたいって思う方はですね、ぜひとも高評価よろしくお願いします。てなわけでですね、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。